トゥース、皆さんこんにちは、親父です。今日は2022年10月6日です。確か6日です。木曜日。3456、あ、6日ですね。はい、そういったところで本日もざっくばらんにラジオ代わりに聞いていただければなと思っております。今車内がねすごい暑いです。外の気温は何度なんだろう、これね。外今日25度ですね。割と涼しい方ですが、まあね、車の中は暑い。はい、そういったところでね、今日は私の長距離時代に楽しかったことをいくつかね話していこうかなと思っております。で、私のまあ若い頃ですね、特に30代に、まあ、バンバン長距離やってましたけれども、長距離はね、私実を言うと十数年しかないんですよね。実質何年だろうか、まあ14、15年ぐらいかな。まあ4トン車自体をね含めると、まあ20年、それとも20年までないですね。まあそんなとこなんですけれども、で結構ね過酷な仕事をやってましたね、私の若い頃にはね。大体ですね、1ヶ月23の感じでね、1週間に2回で、次の週が週3発といったところでね、大体ね23の割合でねやってたと思います。全盛期ですね。そうでもね、月に10公開から11公開ですね。12公開っていうのはやったことないですね。オール3回はさすがにないですね。だいたい23でやってましたね。で、まあばら積みもねあるわけですよ、結構ね。で、高速もね乗れないんで、本当寝る時間が3日間で寝る時間がトータル8時間とかね、ひどい時にはね3日間で3時間ぐらいしか寝なかったこともねありますよ。そんなこともねありますよ、当時ね。ほんとね、まあそれに比べてほんとまあ年寄り臭いことを言いますけれどもね、私もう今の若い人にとっては昔の人間なので、まあ今の長距離はねすごく恵まれているなと思います。仕事もねすごく楽になってますよ。でも運転手不足なんですよね。これでもこんだけ楽になったのに運転手がいないなんてね、これからの時代どうなってしまうのかなと本当正直思ってしまいます。まあ、そんな長距離時代の話をしますけれどもね、まあ、そんな忙しい時期だったんでね、本当楽しみといったら寝ること、食べること、酒飲んで寝ることですね。で、よくですね、いい景色が見れていいな、いろんなところへ行けていいなという人もねいますけどもね、まあ確かにそうですよ。いろんなところへ行ける。で、私のやってた仕事はですね、ある化学メーカーのグループ会社にいましたんでね、まあ上りのにはね決まっているんですよ。まあ決まっているというか、まあ何箇所もあるんですけれどもね、なのでまあ1ヶ月2ヶ月もやってるとね、もう一通り上りの荷物はね全部行ったことがあるところなんですわ。で、帰りがねまあ7割8割はね拾って帰る一般の荷物だったんでね、それでもまああちこち行くんでね、まあ、毎日毎日、初めて行く倉庫ですよ。初めて行く会社ですよ。で、そこには、新しいルートがあるわけですよ。で、こんな道があるんだ、あんな道があるんだ、みたいな感じでね、で、電話でね、聞いていくわけですよ。まあ、それも一つの楽しみでしたね。自分で道を探していく。地図を広げて自分で探していく。まあ、もちろん電話でね、場所を聞いたりもしますけれどもね。例えば、東大阪のあるところに行くんであれば、神戸方面から来るんだったら、神戸線を乗って、で、環状線に入って、で、東大阪線に行って、どこそこで降りてくれと。ね、もう忘れましたね、あの辺のインターね。インター忘れちゃいましたけどね。あそこで降りて3本目の信号機を右に来いとか左に来いとかね。もちろん電話で、場所を聞いたりしますけれども、やっぱね、地図をね、スーパーマップを広げてね、で、電話で聞いたやつと照らし合わすんですよ。そしたら3つ目の交差点が、例えば東大阪交差点と、おお、ここにあるわ、東大阪交差点。これ左だなと、右だなと。で、今度は4つ目の信号機にセブンイレブンがあるなと。スーパーマップルだったらね、コンビニの名前がね、載ってるんですよ。セブンイレブンとかね、ローソン、ファミリーマートと載ってるわけですよ。で、そこ、左に来い、右に来いと。でも、頭の中で、組み立てるわけですよね。で、それで、そこにたどり着くと。なのでね、達成感はありましたね。本当運転手やってるわ、みたいな感じでね。達成感と仕事してるわ、みたいな感じでね。今だったらね、カーナビがあって、ほとんどの人はね、地図持たないと思いますわ。で、電話でね、聞いていくっていう人もね、少ないんじゃないかと思いますけれども。まあ、ナビのことはね、いいとして。で、まあ楽しみと言ったら、寝ること、食べることしかないわけですよ。で、そんな中でね、さっきの動画でも言いましたけれどもね、ドライブインで飯を食うと。で、まあ、食べてたら、一人の運転手が帰ってくる、二人の運転手が帰ってくると。で、ほとんど無線のね、知り合いですよ。おー、なんとかちゃん、今日はどこの荷物積んだみたいな感じでね。で、帰り一緒に帰ろうや、と。まあ、あとは無線でランデブーをしながら一緒に帰るわけですよ。今だったらやっぱり一人はね、眠くなるじゃないですか。あー、眠たいわ、ラジオ聴いてても、ね、音楽聴いてても、やっぱりね、一人でぼーっと運転してるとね、眠くなりますよ。やっぱ単純なんでね、高速道路とかもね、単純なんで。で、当時はね、無線でいろんな話をね、しながら、走るわけですよ。まあ、くだらない話ですよ。いろんな話をしながらね、走るわけですけれども。まあ、そんな中でもね、会社の愚痴、まあ、同じ会社のもんだったらね、会社の悪口言ってましたね。はい。まあ、会社の悪口を言いながらだったらね、もうすぐですよ。500キロ、600キロで、すぐですよ。あっちゅう間に。はい。もうずーっと悪口を言いながらね、走ってますからね。もう、ひどい時にはね、もう、ふるさと出て東京着くまでね、会社の悪口言ってましたね。まあ、そんなところですけれども。まあ、なんちゅうても、まあ、飯食うのがね、楽しみでしたね。で、卸しがない場合があるじゃないですか。土曜日帰るとかね、日曜日帰るとか、前の、卸しがね、ない。もう帰ったら終わりと。行った時にはね、遅くまで飲んでましたね。で、よっしゃ、カラオケ行こうか、みたいな感じでね、カラオケとかも何遍か行ったことありますね。まあ私カラオケ嫌いじゃないけれどもね、あまり運転手同士でね、カラオケっていうのはね、まああまりそうですね、好きな方じゃなかったですね。なのでカラオケはね、まあ極力は行かないように。行ったら行ったんでね、遅くなるんでね、またね。なので、でもね、カラオケとか、行ってましたよ。はい。で、カラオケも、行ったことあるし、好きな人はね、ピンサロとかね、行く人もね、いましたよ。はい。小銭ひんにぎってね、おさわりバーみたいなね、とこはね、あるんですわ。あったんでしょう。私は行ったことないですけども。そういうところにね、行ったりとかもね、はい。若い人なんかね、比較的若い人でなくても、まあ運転手はね、もう運転手っていうかね、男はね、メスが好きなので、そういう店にね、行ったりとか、やってましたね。はい。神戸も、早く着いたりするとね、まあ、昔は遅くまでね、風俗やってましたんでね、例えばどっかね、ロッコアイランドのどっかへね、トラック投げといて、そこからタクシーでね、ブシュッと三宮、あの辺の、ピンク街の方にね、タクシーでね、行ったりとか、はい、やっていたようです。私は行きませんよ。私はね、そんなとこでね、お金、もったいないので、そんなとこじゃ使えませんね。まあ、特に独身の人がよくやってましたね。はい。まあ、そんなとこでね、まあ、飯食うか、ピンク系統に行くぐらいですかね。まあ今の運転手たちはね、そんなことはしないと思いますけれどもね。まあとにかく無線時代はね、本当楽しかったですよ。仲間が集まってですね、わーわー言いながら。で、パンクとか、走ってたらね、国道走ってたらやっぱね、パンクとかも、する車もいるんですわ。無線しながらね、あーなんかパンクしたわーと。そしたらですね、もう4、5台がランデブーしてるわけですよ。で、パンクしたわーったら、どっか広いとこでやるかいるわーと。そしたらですね、無線仲間が、もう4人も5人もね、集まってきて、あっちまですよ。タイヤ1本スペアタイヤと交換するのにね、ものの10分かかりませんよ。一人はジャッキアップをするわ。一人はスペアタイヤを下ろすわ。一人はもうタイヤをね、緩めてるわ。ホイールナットを緩めてるわ。で、輪ギを持ってくるわね。で、いろいろやって。もう分担ですよ。もうお前これやれ、あれやってくれ、これやってくれじゃないんですよ。もうね、あうんの呼吸ですよ。そんなんでね、もう10分かかりませんね。もうレーシング場のピットみたいなもんですよ。ダーッと集まってね、みんながカーッとやってね、やるわけですよ。はい。で、そんなあれが、絆ですね。はい。今で言う、無線同士の絆というのもありましたね。はい。で、まあ楽しくやってましたね。まあ、とにかく協力し合ってですね。で、中にはですね、面白い話もね、聞いたことがありますけれども、例えば上り線でパンクしたわーと、で、パンクやってると、下り線の方から、バーッとやってきて、手伝ってくれると。で、まあ、無線の話をね、話に加わってなくても、まあ、傍受できるんですよね。聞こえるんですよね。その、範囲になったら。で、だんだん近づいてくるわ、と。で、まあ、無線聞いてるんでしょうね。で、パンクしたのか、と。じゃあ、俺も行って手伝って行ってやろうか、と。で、下り線の人がね、まだその辺の広いところにトラック、置いてですね、手伝ってくれると。あれ？あなたおらんかったけど、どこにおったって。いや、俺は、今、下り線で、ふるさと帰ってるところだ、と。ははは、そうなのか、と。いったようなね、ちょっとした笑い話もね、ありましたけれども。本当その、トラックの運転手同士のつながりというんですかね、そんなんがありましたね。はい。悪いですけれども、今の時代はないですね。つながりというかね、ないですね、そんなんが。はい。まあ、ないように思います。まあ、ある人はあるんでしょうけれどもね、まあ、昔ほどの絆はないんじゃないのかなと思いますけれどもね。はい。まあ、そんなとこで、だから運転手は楽しかったですね。そういう人たちと交流できてご飯を食べてね、まあ、一緒の、趣味もね、一緒なんですよ。話も合うし。で、プライベートでね、ゴルフ行く人もいたし、野球とかね、ソフトボールとか、なんか、そういう人もね、チームを作ってね、やってる人もいましたよ。で、トラックを飾る会デコトラだとかもね、そういった、集まりというんでしょうかね。そういった人もね、いましたね。はい。まあ、そんなとこで、昔は良かったなぁと、つくづく思います。まあ、昔をね、懐かしむような年になったなと思いますわ。はい、そういったところで本日の動画は以上です。ありがとうございました。この後も皆さん、ご安全にいってらっしゃい。